はい、プレイしていきたいと思います。クリーパーワールド3。前回は失敗しましたよね。で、ここだよね。はあ、リスタートワールドします。もうボロッボロだよね、ボロッボロ。さあ、このステージ3度目だね。でも本当は実は3度目じゃないんだよね。もうちょっと試してダメだった。で、そう、前回気づいたんだよ、最後に。まさかのここ。ここ2つ置ける。これ気づいたのでかかったよね。よし、やっていこう。まあ、ここは適当でいいかな。こうして。で、モーターを2つ置きます。で、左上はフォージをちゃんと設置しましょう。どこがいいかな、安全な場所がいいかな。ちょっとこっちにしておきましょうか。多分こっちだったら大丈夫だから。で、リレーを走らせて、こっちとこっちと、こっちとこっち、こっちも置いときたいかな。よし、これでモーターを2個。よし、これでスタートしましょう。 OK、 いけ。そう、こっちのステージはこの飛行機を回収しに来るんですよ。飛行機っていうか、なんて言うんだろう、オートハーベスターがいて、そいつらがこのオレを回収しに来ます。で、こっちのパーセンテージが100までいったら負けみたいな感じだね。もう実はそれでまだ負けじゃなくて、もう一戦延長戦が起きます。だ、その延長戦に勝てばいいんだよね。延長戦はこいつに、こいつを無効化しろって、ヌルファイかけろっつって、これこいつを撃ち落とせればね、いいんだけど、4つぐらい必要なんだよね、スナイパーが確か。なんかいいんじゃないの、なんか出だし好調な感じがするよ、すごく。よし、いいね、いいね。そしたらこれ3つ目、こっちに作っちゃおっかな。どこに作ろうかな。こっちでいいか。こっち。で、ちょっと余裕ができたビーム作っときましょう。ビーム対策ね。忘れたら痛い目に遭うんだよ。当時は最初は20でエネルギーの効率かな。ストラクチャーをどこがいいかな。こことここと、ここぐらいかな。こいつをもっとこっ
っちに寄せちゃおう。こっちももう一個作ろっか。モーターで、オレを取ります。オレを回収始めます。50枚来ちゃった来ちゃった。もうレンジの場所を吹かせて、スプレイを適当に設置します。よし、これ10%だね。左上リアクター増やしとこうか。ちょっと1個ぐらい、でもスナイパー置いとこう。3つぐらいは必要なんだよね、どっちにしろ。20きた、きたね。よし、うわ次40だ。かけれるな。塗る先にしちゃうか。そしたらこれをこっちまで持ってきて、レポン危ないかな、これ大丈夫かな、いけるかな。エネルギー不足が深刻だな。やっぱり。三つはきつかったかな。この前にもう一回。なんだっけ。よし、こっちで効率上げます。で、これもう一回いけるかな。いけねえ。こっち上をスナイパー増やします。あと2個ぐらい。でスプレーをもうちょっと寄せて、でこっちにリレーを作ります。こっちと増やしとこうか。こっちもレーザーも一気に増やして、どうしようか。こっちもスナイパー一気だけ増やしときましょうか。もで、リレー作ったんでこれやって、スナイパーこっちに来てもらって、
らい作ろうかな。で、こっちのスナイパーも作る。2くらい。で、エネルギーをもうちょっと効率上げます。次は80だ。こっちから出てきて、やべ、切れてるやん。よし、60%。今回はちょっと抑えてるんじゃない？よし、エネルギーもどんどんいって、よし、よく始まったね、弾の。なんでリアクターを増やしていこうか、ちょっと。しまくりましょう。ここはちょっとやりすぎかな。まあいいか。こいつを決めます。ビームとビーム、ビームが欲しい。ビームこっちも、でこっちも置いとく。80%か、きついな。
差だなこれ。射程伸ばしましょう。伸ばして上げれても上げるもん。バケットスピードもちょっと上げちゃう。ストレージも出す。俺の FSH も上げる。範囲外なんだこれ高さが。そしたらテラフォームつけて狙い目にする。いや間に合わねえな、間に合わねえな、ダメだ。ちょっと広がらない？シールドの中に入れて、終わりだ。残念。でもまあ前よりは乗せてるかな、効率よく。はい、マッチしちゃいました。今から20分ですね。20分後にこれがランチされますので、
それまでの間にこっちの切り替えしないといけないです。豪華しないと。
ったんだ、マジか。それダメだ。ボム飛ぶわ、ボム飛べねえし。
が撃ち始めたら、ね、
間に合わねえ。嘘やー、これで間に合わないとこないわ。うわ、終わったー。マジか、このゲーム難しい、マジ難しい。残念でした。3度目のトライ、3度目というか録画3度目のトライはミスです。見てんかったー、大失敗だ。この下から上に上がるのが難しいね。もうちょっと早くやっとかないといけないね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回どうしよう。難しいなー。もうちょっとスナイパーでこいつらを抑えて行かないといけないのかな。難しい。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。セシカでした。